明恵です。はい、じゃあ美穂さん、今日のレッスン頑張りますか？よし、ということで、大人の皆さん、このパワーに負けないように頑張ってくださいね。いいですか？はい。あ、やっぱなんかもうなんか忙しい景色がなんかそう、なんかさ、なんかって感じで神手よ、神手つらいね。なるべく神手見ないようにするね、今日。なるべくちょっと神手見ないようにするわ。そうだよ、あんたは、あんたもうババアだから。何そのチビゾーンにいるわけ。ダメなさん的には神手が一番覚えられやすいんだ。覚えられてるのはカメラかぶらないし。ああ、なるほどね。今日はチークかな。あ、じゃあどうぞ。どうぞちょっと嫌そうな顔してるけど、どうもこんにちは、歓迎します、ようこそいらっしゃい。はい、ということで、今日一日園長も精進です。一日園長です。そう、精進園長ですか。今日は園長と呼んでくださいね。はい、ということで、月に一度の、まあちょっとこうキッズだったり、お母様方向けね、お母様方向けのレッスンということで、まあ普段なかなかこう、まあ、バチバチにやってる子たちとだとなかなかこの振り進むスピードとかも速かったりして、まあ、なかなかっていうところをちょっとこう噛み砕いてゆっくりやっていきましょうっていうクラスでございます。はい、で、振り付けもそんなに難しいことやりません。ディズニーのハロウィンの曲で楽しく踊りましょうっていう感じです。去年踊ったことある人は去年よりちょっと簡単にしてます、一応このクラス用に。はい、なので初めて踊る子は頑張って覚える。はい、2回目の子は、去年のことを思い出しながら、まあ、楽しんで踊ってくださいよですね。あんまりこのクラスに関してはこう、まあ、分かんない、しっかり動けばまあとか言うかもしれないけど、あんまりなんかこう厳しいことを言うつもりはないので、はい、まず踊りの楽しさを皆さん知ってもらって、はい、ディズニーの曲踊りますので笑顔で踊ってください。 OK ね。はい、初めての子も心配しないで。ねえ、はるかが踊るって、はるか踊るって、いいぞ。まずはトリプルターンからやる。はい、じゃあそんな感じでゆっくりやりましょうか。本当にもう、ま、毎月やってますけど、本当にディズニーのただ手を出しましょうとか、このパーンとかこういうところから一つゆっくりやっていきます。 OK。 はい、じゃあ恒例になりました、音をかけずにストレッチからいきます。はい、いつもマイケルのことでバン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 コトコトってやってると思うんですけど、ゆっくりやっていきます、いつものアップの内容ね。だから、普段クラスでさ、あんまり説明しないでバンバン進んじゃうと思うんだけども、何意識してるのかなっていうところとかをもう一回ちゃんと意識しながらこれからのクラスに生かしてくださいです。はい、やりましょう、お待ちください。 OK、 ゆめが元気バッチリ。わーわー、でも俺ユミカの声聞いたことないから。かわいいよ、頑張れはい、ダメでした。いいですよ、ダメでした、いいですよ。はい、多分最年少です、4歳。このなんかこのちょっとダボっとしたズボンがかわいいよね。はい、ちょっとこの足短い感じがかわいい。はい、ねえ、はい、大人になってたんだ。かわいいね。
かわいいね。かわいいね。はい、じゃあ行きましょう。はい、まずは手を大きく回しながら呼吸と一緒にぐーっと引っ張っていきます。はい、もう一回。肘から手回すね。そうです、肘返してこうやって回していきます。うー、呼吸と一緒に。はい、ラスト。そうです。そしたら今度は下からぐーっと積み上げていく。はい、もう一度下からぐーっと積み上げていく。骨盤からボディを積み上げていきます。ふー、はい、ラスト。ぐー、はい、そしたら体全部引っ張ってください。床がガーッと落ちて、そう、はい、そのままゆっくりロールダウンって、そう、丸くなりながら下に行ってます。背中一本一本、そうです。はい、膝を曲げてプリエ。ふー、はい、ストレッチです。はい、もう一度膝を曲げることプリエって言いますからね。はい、ストレッチです。はい、そしたら一回ちょっとリラックスしましょう。はぁ、はぁ、はぁ、ね、はい、今日はいろんなことがあったと思いますけども、はい、一度リラックスする。はぁ、はい、そしたら今度逆ロールアップです。骨盤からゆっくり背骨一本一本立てていくイメージ、丁寧にアップしてくるよ。そう、ただ起き上がるんじゃない。はい、そしたらヘッドロール右からいきましょう。まずは首ね。はい、反対、左。はい、そしたら今度骨盤キープのまま、その上だけで回していきます。はい、そう、反対ね。はい、はい、そしたら全部使って呼吸として遠く手取る。はい、反対。はい、遠く手取る。はい、下リラックス。はー、はい、もう一度膝曲げてプリエって言いますね。はい、ストレッチ。はい、もう一度膝曲げてプリエです。背中丸くしていきます。ストレッチです。はい、もう一度ロールアップ。骨盤から背骨一本一本起き上がっていく。そうです。はい、そしたらつま先外向き2番っていうポジションですね。はい、ここでもう一度グッと伸びる、伸びる体一回ちゃんと作るね。そう、そして、はい、左手遠く遠く取って、サイドストレッチで骨盤がこうやってならない。はい、まっすぐ引っ張る。うわーっと、そう、はい、下プリエするけれども手はどんどん上。そうです。はい、今度は左足をグッとストレッチ、いえ、直線引っ張る。うわーっと、そう、はい、もう一つ遠く、ふー、そうです。はい、起き上がっていきましょう。左の骨盤置いといたまんまフラットバック、背中をまっすぐにするトレーニングです。はい、自分の背中がまっすぐになってるか鏡を見ながら確認してごらん。そう、おいい背中になってきたじゃないか。おい、なんだこれ。あ、今日は厳しいことは言わないですはい、そのまま左足をフリーへ。そう、ストレッチ。おら、いい背中になってきた。はい、左足フリー、いいじゃん。おー、すごい成長。はい、ストレッチ。はい、今度は骨盤から丸くしていくの、背中。背中だけ丸く。あ、アイディス、もう一個遠く。はい、もう一度骨盤からどんどん上。はい、呼吸と一緒に、はーって反ったら大きく一周いってきて、はー、一周。そうです、反対。はい、骨盤まっすぐだったよ。横に行くのではなく、こういう縦の引っ張りを使う。そうです。はい、そのエネルギーキープしたまま下にプリエ。下に行くのではなく、どんどん上を目指すね。そう、反対側の引っ張り合いです。はい、この右膝をストレッチして、はい、右の指先と右の足でグーッと引っ張ります。さあ、はい、もう一個遠くです。はい、呼吸絶対忘れちゃダメだよ。前にかぶらないように気をつけてごらん。真横、真横。はい、そう、待って。右の骨盤を置いといたまま振る。背中まっすぐ作るよ。なんだこれ、この背中足より。おい、ね、はい、右足をフリーです。膝曲げます。そう、はい、ストレッチ。なんだこの背中は。はい、そのまままっすぐ、はい、右足をフリーで、ね、今日怒らないですかね。はい、ストレッチ。はい、そしたら背中丸く。はい、遠く、はー、遠くだ、指先遠く。そう、はい、もう一回上まで。はい、大きく呼吸して、そうです。ゆっくり一周していきましょう。はぁ、はぁ、はい、そうです。はい、そしたらもう一回、最後。骨盤まっすぐキープする。はい、反対。側筋を使うイメージね。はい、反対。はい、反対。はい、今の早いテンポで、せーの。1、2、3、4、体揺れない。5、6、はい、4、8。OK、そうしたら、手は上引っ張るね。こういう状態。
でジャズインって言って母子球でグーって床を押しながら逆方向で上、そう転びやってるから体反対グーって引っ張る、そう床を押しながらで相反対床を押す、そうもう一回相反対沈むんじゃない引っ張る、はい、そして今度かかと上げましょう、はい、かかと上げてさらに遠く引っ張る、うわーっ、はい、2回目左打つ、はい、右うーし、はい、左、はい、遠くの方が引っ張る、はい、よく、あ、そう、ここにグミある、ここにグミがある、はい、グミ取る、グミ取る、そう、はい、はい、グミ、え、俺の大好きな果汁グミ、そう、ラスト1回ずつじゃん、はい、果汁グミ、ぶどうでもオレンジでもどっちでもいい、はい、はい、OK、そしたらリラックス、はぁー、OK、はい、リラックス、リラックス、はい、そうしたら、今度右足をキャッチしましょう、はい、その時に骨盤がこうやって持ってかれないで、まっすぐのまま、左の骨盤キープしたまま右足持ってごらん、グッ、そう、右の太ももと右のお腹がくっつくイメージ、そうです、はい、左足をフリー、そうすると左の腰まで伸びてくれる、はい、ストレッチ、そうです、はい、フレックスでプリエです、つま先天井ね、はい、ストレッチ、 OK、 反対いきましょう、左足キャッチ、おー、はい、この時に右のお尻を置いとくの、反対側に引っ張ってるよ、そうだから背中丸くならない、で右足をフリー、はい、ストレッチ、こういう、こう、こう使うんだよ体は、はい、もう一度右足をフリー、フレックスです、はい、ストレッチ、 OK、 センターでリラックス、あー、これだけでも十分汗かきますね、はい、そうしたら、はい、皆さん横向きましょう、今日は、はい、横向いて、はい、手グーって回る、はい、みんながよくあるのは反ってるんだけれども骨盤がこうやって丸いパターンね、これを今からやりたいのは骨盤から見てこうやって反ってる状態の体を使いたい、あーきつい、めっちゃ伸びてる、ここがギューッ、そう、はい、そしたら骨盤から丁寧にコントラクション、背中丸く、骨盤からボディつなげて、はい、かかとアップ、頭の締まって背中一番丸く、もっとなこれなこれ、はい、呼吸して、そう、はい、ダウンしてかかと下ろして、はい、もう一度さっき言ったアーチって呼ばれる反っている状態作ってごらん、骨盤だよ背中じゃない、骨盤が反りたいの、そう、はい、その反ったままプリーエ、かかと上がらないところで頑張るからきついのよ、はい、ストレッチ、そういうこと、イエスイエスイエス、はい、もう一度骨盤から丁寧にコントラクション、背中どんどん丸く、で、かかとアップだ、夢か、かかと上げる、そうだ、よしよし、ミオンもうちょっと丸くなるぞ、ここふーって、そう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 、はい、ダウンして、かかと下げて、はい、グッて反らせる、反らせる、はい、反ったまんま膝を曲げるのよ、グーって、そう、はい、ストレッチ、オッケー、そしたら、はい、ちょっとだけ前に、はい、足揃えて、ちょっとだけ体幹、ちょっとだけ体幹、ハモレディワンス、今日やった。チャラチャ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 ラチャ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 ラチャラララララ、ミカさん、なんか一曲歌って。あんな無茶ぶり。なんか。そんな無茶ぶりよ。大会やる上で、俺らがなんかハッピーになるような歌。何？何時代の人？はい、肘まで落とす。はい。ミカさん、はい、何でもいい。ミカさんのお箱何？ミカさん。ミカさん。やばいぞ。お使い。お使い。なんだっけ？笑顔咲く君とつながってたい。あんた踊ってるだけじゃないんだよ。みんな知らないの。あと何？あんたの時代は。ピーク、ダダ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 、知ってんのこのピーチなんて曲、俺ドラマ見てましたけど、堀北真希のなんだっけ、イケメン、あ、イケメンパラダイス、パラダイス知らない、はい、リラックス、あ、はい、OK、グッて、グッて引っ張る、で、この時にさ、気をつけなきゃいけないから肩がこうなっちゃう、こういう、これを、うえそう、胸張る、そうです、はい、リラックス、さっきと一緒、骨一本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 使って、はい、もう一度ギュッと押してくれ、はい、肩すくめない、首一番長いところ、そう、
あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はい、リラックスだ。あ、そうそうそう。はい、戻って。はい、今度パラレル6番、一足のポジションね。はい、まず小さいプリエ。はい、ストレッチ。グランプリエ下までです。一番下まで。はあ。さあ、皆さんができないやついくよ。はい、かかと一番高いところ、キュッ。ね、で、指ギュッてしたらもったいないよってずっと言ってるね。ルルベアップで立つときに、指ギュッてしない。そう。で、こうしっかり出す。いい？このかかとの上に骨盤を、はい、まっすぐ立てる。はい、見て。先生、こうやって付け根引けてないね。これがもう一個、こうやって上がりたい。90度。わかるか ?90 度。はい、かかとも90度。大人の皆さん、できてください。はい、肩一つ回して、あんなは。もう子供たちはきついの、もう分かってる。おい、あんなは、かかとは、もう、誰が。あ、奈々さん、きれい、奈々さん、きれい。おっ、奈々さんができてる。お、いいじゃん。これ、もう一個かかと出せる。よーし、そこだ。よし。よし。この付け根もう一個あげる。よーし。はい、OK、リラックス。あー、はい、ストレッチして。はい、お腹ギュッて天井上げる、お腹ギュッて天井上げる、そう、はい、その状態でデミプリエ、お腹上がってるよ、はい、ヒールアップ、はい、ストレッチダウン、はい、リバース、かかと上げてヒールアップ、プリエ、はい、かかと下げて、はい、ストレッチ、ターンアウト1番、つま先外向きです、そう、外向き、はい、で、またお腹をグッと手伝い上げる、グッと伝えてる、そう、そのお腹落ちないようにデミプリ、膝曲げる、はい、そこでかかとを上げる、そう、はい、そのまんまストレッチ、かかと下げない、はい、ダウン、はい、反対、ヒールアップ、ミオンさ、手つく位置もうちょっと手前にしてごらん、そう、はい、そのまま膝外向きでプリ、膝外に振り、はい、そう、かかとついて、はい、丁寧にストレッチをしてくる、ターンアウトしてるね、そうです、ゆめか、かかとつけるよ、そうで、膝伸ばすよ、ゆめか、膝伸ばす、そうだ、よし、はい、ゆっくり起き上がっておいて、ふう、ゆっくり、よし、ゆっくり、背骨一本一本感じるの、ちゃんとロールアップできる、おお、いいじゃん、で、今ちょっと背がこうなってるのを肩一つ回して胸しっかり張ったところで最後やっていきます。2番プリエ。で、この時も背中丸くなりやすいんで、これをグッと張る。この状態でやりたいストレッチは。そう。はい。そのままクロス。いい。ここ丸くなりやすいから気をつけて。ここ。ここはこうやってお休みしない。うっ。そう。はい、反対。うっ。背中まっすぐ。気をつけ。ピッ。はい、そう、はい、右かかとをタップしましょう、ふー、はい、左です、ふー、よしよしよし、はい、お気を下ろして、はい、今度は、はい、かかとのところに骨盤まっすぐ振り、で、お尻がこうなったりとかこうなったりとかしない、まっすぐ付け根、さっきやってこうやって引けない、ここも開いていく、そういうことやってるよ、いつもね、はい、そこで手前で、この時にありがちなのがこういう人、これ休憩してるね、こうですね、見られるためにはね、そう、肩すっきり、首すっきり、この状態で深いプリエを8回いきます、せーの、1、いつもよりゆっくり、2、3、4、5、6、7、8、90回やる、したまだキープ、まだキープ、はい、肩後ろだよ、手前、そう、胸張るの、はい、そこで右肩、かかとをくるっちゃう、で、この時にありがちなのが、こうなっちゃうとね、はい、まっすぐなんで、かかとだけが上がる、そう、引っ張るの、ずっとターンアウトしてる、はい、下ろす、はい、左、そう、先生より頭高い人だけだよ、そう。はい、ダウフー、はい、右です、はい、かかとしっかり上げる、小指に乗らないね、はい、ダウンです、はい、左です、
嘘お姉さん、お姉様だったのかな、ね、はい、なうです、はい、両肩とアップしますよ、両肩、前からにならない、まずそうそう、あれ低くないかかんぞねえ、ねえマナさん、マナさん、誰がフラフラしていってんだろ、ダメだ、マナさん、はい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 、そこでアームスを表せよ、はい、よくかかと、まだ離れ、誰が休憩していけた、はい、そこから、はい、せーの、膝伸ばす、はい、肘がこうやって落ちる人ダメです、そう、こうやって返していくよ、肘はね、そうです、はい、そこで呼吸と一緒にさらにアームを、もう一個引っ張ってくる、グッで、この時にこうやってなる、はい、真上、さっき作ったまっすぐを作る、はい、そこをキープしたままゆっくりかかとを下ろすよ、せーの、ファイブ、シックス、まだ、セブン、夢が膝伸ばすよ、えい、そう、よし、はい、OK、リラックス、はい、しっかりやればこれぐらいきついことを毎回やっております、はい、一回お水飲みましょう靴履きたい人はもうここで靴履いちゃっていいからね、そうだよ、これぐらいきついことやってるんです、
やる。あとは例えばさっきちょっとなんかあれやったけど、王子様とお姫様のシーンとかでよく出てきますね。そうね、はい、どうもお姫様って言って2人でこうやって見合いながら揺れたりするわけですよ。こうやってね、こうやって見たことあるでしょ。はいはい、こういうのよく出てきます。はい、だからお家の中でも大体よく出てきたり、ああ最近は出てこないけどちょっと出てきたりします。振り付けたら絶対出てくる。で今日も出てきます。オッケー。で今日スネイまず1個覚えてください。やることは今日今やるのは1、2、3、5、6ですよね。そうそうそう。で手はゆっくりオープンしてきてください。はい、そうです。あとはもう僕はどっちかというと関口メソッドなのでではなく1、2、3、5、6。そう、最初の1のアクセントください。はい、何万人というお客様に届けなきゃいけないね、ディズニーの踊りも。はい、でアンスは遠く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 。そうです。 OK、 これが最初、今やるの。あ、まあ、クロスマークやるんだけども、これが1、2、3、5、6、7。はい、そしたらよくやりますね、プレゼントオープン。手はお客様一人一人にプレゼントを渡すイメージね、しながら、はいどうぞ。で反対いきましょうか。はいどうぞ。もう絶対出てくるね、ディズニーのメソッドね。はい、で、僕があとよく言うのは、こういう手を出すときに自分の心臓ライン大事にしましょうって言います。結構ね、あの手高くなりがちで、こうやってこれ届かない、こうやってやられてもね。そう、自分の心臓の高さからスタートするっていうのをよく言います。そうそう、心臓という心臓で届けましょうってよく言いますね。そう、顔のラインにこうやってやられてもちょっと怖いんだよね。そう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 、だからこの高さにしてあげる。はいはいはい、結構みんなテンション上がるとでやっちゃうんだけれども、はいはい、そう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 、これがオープンスライドしながら1、2、3、4、はい、5、6、7。そうですそうですそうです。でさっきも言った気持ちが大事ね、一人一人にプレゼントを渡すの。そう、プレゼントを渡す。はい、プレゼント、プレゼント。そう、ミオ先生にプレゼントを渡すの。ここにいる先生にプレゼントを渡して先生の気持ちがよくわかりますね。あ、もうグミぐらいしかくれないね、これだったね。違う、ね、夢と希望を与えるわけですよ、ディズニーのお客さんにはね。もう一個遠く、そう、遠くに、うわ、背中まっすぐだよ。あ、入ってならない、はい、背中 P のままステップ、反対で、体はちゃんと面が変えるステップ。そうそうそう、見てこれさらっとしてるね。これが背中から反対まで、はい、背中から反対まで、はい、素敵、OK？ これで 2way 大丈夫？はい、頭からいこう、せーの、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、5、6、7。そうそうそう、これ体の使い方よく出てくるね。スライドとスライド、ステップステップ、そこよく出てくる。じゃあ初心者の子もいるからね、あ、初めてダンスやるっていう子もいるので、そう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 、こうやって乗ったら左右、はい反対、左の手、はい右左、そう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 、 OK？ はい、しながら大事に手を動かすね。はい、これ本当に大事、これ本当に大事です。はい、この前あの関口さんが、お前らテーマパークでやる手振りを舐めすぎって思ってたけどそう、本当にそうなんですよ。ディズニーっていうのはやっぱ手振りなんですよ。うん、アンスを使っていかにお客さんに届けるかっていう振り付けが多いので、なんちゃないこういうところやっぱ審査員はちゃんと見てます。そうそう、こういうところでちゃんと差つける、なんちゃない振りだからこそです。でもね、分かるよ、素敵な人がやると素敵。このただのオープンだったりとか、本当にってやる、素敵な人がやるとやっぱり素敵だと。僕は絶対負けません、皆さん。足はここまでしか分かんないけどね。OK？ はい。これが1、2、3、4、5、6、7。はい、これ釣れてね。OK？ いつもの150分の1の難易度のクロスフライやろうとしますよ。はい、次。手、パー。はい、先生よく見て。そう。こんにちはではなくてですね、指をギャッて開いて、ギャッて開いて、そう。でなおかつ指が後ろに行かない、先生の指を押して、そうそうそう、これぐらい、これぐらい使う、 OK？ OK？ よし、そう、はい、これディズニーパーなんて言ったりします。ディズニーパー、まあ僕から言うともうジャズハンドなんですけどね、ジャズハンドとかシアターハンドとか、まあ、ジャズダンスって基本的なパーの使い方ね。はい、まずポイント、指がこうやって弱いとダメです。
あ、指は切れるぐらい開く。もうこの血管がブシュッてこう、ちあちょっと違ってもぐらい開く。そう、はい、次、女の子、こうやってなりがち。指は必ずお客さんを向いてる、5本。指一本一本からちゃんとお客さんにオーラを伝えてください。指が後ろ向いた瞬間、自分のオーラは全部劇場の後ろに逃げていきます。はい、ディズニーシーだったらもう海に飲み込まれます。OK でしょうか。こうね。で、僕がよく言うのは、ここでギュッ、ギュッと押さえてるイメージ。こうやって、指同士。ギュッと押さえてるぐらいのエネルギーが欲しい。そうですね。で、これがシアターになるとちょっと垂れるよね。みたいなことは、まあ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 って感じです。はい。OK? はい、これぐらいのエネルギー大事にしてください。これポーズとかでよく出てきます。ドンとか、そう。出てきます。そう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 。これ基本的なポーズで出てきますね。はい。で、このパーを片手かな。今度はシャッセです。1、2、ドン、ドン。さあ、そろそろ覚えたか。はい、上からこのステップね。せーの。トントントン、タッタッ。惜しい。惜しいな。OK? しながら手を今度は強いパー。そうです。せーの。1、2。はい、そしたら、こっちはお客さんにしてください。はい、ボディ絞ってみよう。これよく言ってね。トーンと。はい、反対。この手をパーで運びながら、1、2、トン、トン。はい、さっき言ったよ。お客さんのラインね。そう、心臓ライン。はいはいはい。これ3、8見て。OK。パーしっかりやる。せーの。トントントン、お客さん。反対。トントントン、お客さん。はいはいはい。これ3、8よ。簡単ね。ね、簡単ね。OK? 大丈夫？指絶対抜けない。あと、シャッセするときは、ちゃんと締める。あ、そう。これ結構甘い、みんな。レッスンやるとき。こういう人。こういう人やる。1、2。そう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 。それぐらいちゃんと、内ももの意識ちゃんとするね。で、お客さんに対して、横添い出して。そう、はい、やって。はい。そう。夢がまたパーがしっかり正面向くよ。はい、パー。パー、そう。で、このまんまちゃんと、こうやって降りてるね。あん、あん、あん。OK? ずっとお客さんにこの5本の指が前に向いてて。こうやって。OK? これはこうやってなっちゃってしちゃダメ。わかった？そう。お客さんに対してずっと5本の指が前に向いてるかちゃんと確認してください。そう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 。OK? はい、もう一回3、8目。5、6、せーの。1、2、3。5、6、7。おー。いいじゃん。ね、これが振りがとは言わないですよ。こんな大した振りじゃないからね。はい、で、どんどん。最後。1、2。はいはい。ね。ね。はいはい。最短投票。あるんですよ。1、2。最近ね、今日も専門学校でも言ってきたんだけども、みんな思ってる以上にアームス遠回りしすぎ。そう、例えば、こういうポーズがあったりするじゃないですか、よくディズニーとかで。これ見てて、パターン1の人、パターン2の人。っていうことです。そう、音バンってはめたいのに対して、最短でドンっていく人と、ドンっていく人の違いね。そうそうそう。だからこれ最短でちゃんと出す。はい。だから例えばジャズのアームスやるときも最短で出す。最短で出す。そう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 。で、パステとかよく出てくるけども、そう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 。特にバレエの皆さんね、手首ってし、こういうことするんだよ。ダメ！まずは、ジャズカット。俺よくジャズカットっていう言い方をするんだけども、カットするアームスよ。まずはね。そうそうそう。そうそう。で、今やりたいのは、乗って、はい、ツー。そう。で、歩いて、歩いて。足は歩いてるだけ。右、左、右、左。そうそうそう。1、2、3、4。最後に1個インサイド。5、6。2つ回る人はじゃあ2つ回っちゃっていいか。そう。7の時に、ポーズ。ザ・ディズニー。そう、お客さん4個といらっしゃいだよ。そう。で、はい、ポーズしようかな。はい、はい、ビヨンポーズ、ポーズ。これ、実は悪い例です。なんでだと、なんでだと思う？じゃあさ、ニオンに対して、じゃあ俺ポーズするよ。1個目で。これ1個目。2個目で。
どっちが素敵？え？1個目だよね。何が違った？そうだよね。そうだよね。そう。今ミオンがやってたのはこれ。そうじゃなくてお客さんに対してポーズをしたいんだから。そうだ。ナイス。素敵ですね。そう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 。なんか自分の勢いに負けちゃう子多いんですよ。女の子特に。ポーズやった時とかにもみたいなパターンね。そうだからパーでポーズするにしても。みたいな、これっぽいね。そうそうそう、これダメ。必ず自分、まあでもよく言うじゃん、バレーとかでもさ、自分のライブよりも前だよ。そう、まあもちろんその形的にところもそうなんだけれども、そう、これはあくまでお客さんに対してやってるんです。そうで、もう一個気をつけなきゃダメなのが、お客さんに意識が行きすぎて、これね、これダメ。素敵じゃない、気持ちは伝わるね、気持ちは伝わるけど素敵じゃない。だから僕がよく言うのは、ボディと手の引っ張り合いにも頑張りましょうってよく言います。そうそう、手は前に行きたいんだけども、体は逆に行くからここに広い空間ができるっていうことをよく言います。そうそうそう、だって絶対そうじゃん。こういうアームスとかもさ、手前に行って体も前に行って、こういうことになっちゃうね。こういう人結構多いっすよ、自分が持ってる。手は前、遠く遠く遠く目指すんだけども、逆じゃん、ほら絞り分かってきたもん、簡単なのよ。体は逆方向行くから手と体が距離ができて大きくなる。そう、そうそうそう、あ、これ覚えておくといい。手は前なんだけど体は引くっていうことを覚える。ポーズ何一つもそうです。そうそう、で今やったのはさ、1、2、3、4、ゆっくり回って5、6、7、あー以上4、8。テーマパーク超スーパーリーモンクラスって感じがしてきましたね。 OK、 はい、ユリたち頭から振り覚えるよ。頑張って、頑張れよ。大丈夫、簡単だから。はい、スウェイが頭から、せーの、1、2、3、4、5、6、7。これまずワンエイトでした。大丈夫ね。はい、その流れでオープンが1、2、3、5、6、7。覚えてる？はい、手の高さと体、ボディ絞るよっていうことも言ったね。で、これもさ、お客さんに対して出してる手だったらさ、こういうことにはならないよね、絶対ね。そう、だからさっき言ったのと一緒、しっかりお客さんに対してプレゼントを渡すっていうのがこの手の意味です。はい、次やったのはパーでした。で、よく言うシャッセっていうやつ教えてよ。これ絶対出てくる、ディズニーで絶対出てくるオーディションで。シャッセ、お客さん、反対、シャッセ、お客さん。はい、で、この時によし、カンナン、パーさ、で、この時に指をもっと開く。そう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 、痛いな、痛いけど頑張るな。そう、痛いけど頑張るんだ。そうそう、そうだ、そうだ、そう、そう、テーマパークを踊る時はこのパーがすごく大事。 OK、 だ、最初は多分ちょっと腕痛いと思うんだけども、頑張る。 OK、 これね、ミュージカルでも絶対そう。はい、ミュージカルだから、それこそもうアニーとかで踊るんだったらもうできなきゃダメよ。あららら、はい、はい、ルースターさんたちが踊ってますけどもね。そうです、パーしっかり大事にしてください。 OK、 今やったのは、はい、パーしっかり、パーしっかりで、お客さん、お客さんどうぞ。そう、はい、パーしっかり、お客さんどうぞ。で、シャッセはトントントンタッタッ、トントントンタッタのリズム。内ももしっかり締めましょう。はい、最後出して、ツースリーフォーファイブシックスセブンでしっかりポーズ。オッケー。はい、じゃあ頭から通していくよ。ファイブシックス、せーの、ワン、ツースリーフォーファイブシックスセブン、ワン、ツースリーフォーファイブシックスセブン、ワン、ツースリー5、6、7、1、2、3、4、5、6、7。これ意外に覚えてないんだけど、お前たちこんな簡単な振りだけれども覚えてないんだ、お前たち。はい、もう一回いこう。はい、スウェイから5、6、せーの、1、2、3、5、6、オープン、1、2、3、5、6、シャッセ、パーポイパーポイ、1、2、3、4、5、6、7。おお、ちょっと気合が入ってきたら音が
気合入ってね。OK。ファイブ、シックス、せーの。ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス、セブン。スライド、ステップ。スライド、ステップ。背高いよ、パー。お客さん。パー。お客さん。エッシェッサン、シェッサーと。ウェイ。
広めに、そう素晴らしいから。でさ、これはさ、もうね、何万人遠くなの、そうそれぐらい冷え加わって、なおかつよりいい、ここでやってて、こうなんでもね、おさはい、おさシャッセなんかもう鏡2個ぐらいいくの、そう鏡2個ぐらいいくの、そうで、1、2、歩いて歩いて150万回転してからポーズよ、そうそれぐらいの気合が欲しいっすね。はい、OK、 はい、もう一回行くんだから、もう一回行くんだから、もう、はい、私には伝わんなかったわそう、そう、関口さんにあの、お前はな、ビジネスオカマだからな、Oh,
ってるよ。だいぶ寄り添ってるよ。でもやっぱこういうのも大事っすよね。なんかバキ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 踊ってるんだけど、そうそう、慣れてきてる子のほどね、なんかそのいかに自分がかっこよく見えるかっていう方向にシフトしちゃう分、そう、なんかこのテーマパークを踊る上でのやっぱ根本ってやっぱね、半年に1回ぐらい思い出さなきゃなと思うんですよ。そう、僕もだからすっごい昔の動画見返したりとかするんですよ、僕もあえて。そう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 、なんかいい振り作んなきゃとかっていうよりは、やっぱこうなんかテーマパークを踊る上で一番大事なものって何かなっていうのを、はい、よく思い出しながら、結構それを思い出させてくるのが最近でいうと関口さんのレッスンなんですよ。そう、本当にあの人の言葉ってやっぱもう20年ディズニーで振り付けしてきた人だから、そうそう、あの人の言葉で割と最近はなんかそういうところが思い出せていいなっていうのを思ってます。はい、これオンラインでやってる子もいいのかしら。うん、 OK、 じゃあ振り付けいきます。簡単です。はい、パーパースースー、はい、せーの、パーパースンスン、はい、体重でね、はい、今日やったやつよ。これをね、笑顔で乗りながら1、2、3、4 で、手がグリングリングリングリしないで、ちゃんと上、あ、横、キュッ、お客さん、はい、これをしながら1、2、3、4 OK? そうしたら5、6、7、8、はい、手はパーで1、2、3、1、2、3、はい、そう、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、今日やったパーも出てきてるよ、顔の前ね。そう、で、これがトントントン、トントントン、これまあポニーステップって言ったりするんですけど、これまたやりましょう。はい、トントントン、トントン、はい、今日やったシャッセ、両手パー、パー、2、3、4、さっきやったやつ、トントン、タッタン、 OK? 最初からやると1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、そうそうそう、 OK? もっと速いよ、 OK? 5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、惜しいな、夢かな、惜しいな、 OK? 今やったのは、はい、こっちじゃん、はい、これパワー、パワーどうだっけ、そうだよ、お前な、はい、はい、横、そう、はい、そしたらトントントン、そう、はい、トントントン、そしたらトントントン、タンタン、よっしゃ、よっしゃ、 OK ね。はい、次、ここから急に急にバレリーナになるよ、皆さんね、急にね、わかった、わかった、ちょっと待って、ちょっと待って、いける人、いける人は飛んで、そって、そってって何って人までやります。はい、はい、飛べない人、まあまああって、そってね、これでもいいですよ。はい、はい、はい、 OK? そう、これプレパレーションにしてもらって、まあまああって、右足で飛ぶ、そう、右足でポイ、右足でポイ、そう、ぐるっ、ぐるって回る、そうそうそう、ジャンプ、そう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 、ぐるってぐるって、そうそう、はい、細かいこと言ってわかる皆さん、これダメ、ダメ、ういだよ、みおさん、 OK? こうやって止まないね、うし、で、なるべく押してしまう、押してしまう、そう、で、スタート、よし、はい、そう、OK? まあ、あの人に、あの、この人に聞いてください、彼のことはね、はい、この人に聞いてください、そんなにいじられるようになったんだ、バレはこの人に聞いてくださいね、よろしくどうぞ、はい、これが5、6、7、8、はい、はい、はい、これでまずツエイト、ツエイトずつゆっくりいくから大丈夫、今日は大丈夫、ゆっくり、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2の3、4、まあ、待って、ジャンプ、おい、5、6、せーの、1、2、3、4、トントントン、トントントン、チャッセー。
いけそうな気がするね。いけそうな気がしてきた。
足をね、こうやって絡めたくなるんだけれども、これダメ。ミカさんおいで。はい、ミカさんおいで。この人、手持ってあげて。はい。で、ミカでバランス取っていいから、はい、ここでパッセ。そう。で、ここここそう。ここせーの、よっ。おー。でもそういうこと。そうそう。ここにこうやってやりたくなるんだけども、横につけると。これがパッセです。そうそう。OK? はい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 。いいよ。これが、ワン、ツー、右、左、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。はい、またツーエイト進みました。うん。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。はい。OK? やることは、反ってがセーブ、エイトでした。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。そう。で、今日やったらパーしっかりね。これが、まあでもゆっくりです。ちょっと早くやると、ちょっとこっち行くから、こっちから行こう。それが、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。ファイブ、シックス、セーブ、エイト。ワン、ツー、スリー。5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7はい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 、うん、ゆっくりではここ1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 5, 6, 7が早いですはいはい OK? じゃあ最初から復習しよう はい1 2 3 1 はい5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 ゆっくり5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 そうちょっと早く行こうちょっと早く行こういくよ5, 6, せーの 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 そう OK やってみよう頑張れI'm gonna go get some more.
これ片手、そう。で、そのままこれがグー。そうです、そう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 。大人の皆さんは体重移動を頑張ってくださいね。はい。どっちに乗って、だからこういうのも、これ左に乗ってるのをすぐ右足に全乗り返すのね。そうそうそう。そう、そうですね、さすがでございます。なんかもうちょいいけそうだな。5、6、7、8、そのまま左足前に出しながらシャウト。どんな手でもいいよ、両手でもいいし、5、6、7、8、シャウト。そうそうそう、うん、スクリーム&シャウトって言います。どんな感じでもいいから、叫ぶっていう意味ね、シャウトって子供たち叫ぶっていう、わーって感じ、わー、そう、わー、そう、そう、これをわー、トントン、そう、はい、わー、トントン、はいはいはい、うん、これが5、6、7、and 1、2、3、4、そうそうそう、叫んで、トントン、OK？ そうしたら、マスクをしているイメージ、マスクをしているイメージ、そう、目のラインに注意。リズム刻める人はドンドンドン、そう、首をうんうんうんしながらうんうんうん、そうそうそう、いけない、うんうん、そうそうそう、これがスクリームアンシャウトフォーハロウィンパーティー、そうそう、カウントは1、2、3、4、5、6、7、3回です。5、6、7。そう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 。OK？ これが5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。ウィー。グッド。5、6、7。来たら、右手左。右手左、違う、右足左、こうです。そう、横から見たらこういうことです。これよく出てくる、テーマパークのポーズね。そう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 、クリスタルウィッシュジャーニーとかよく出てくるんですね。いざからーって書いてありました。はい、景気で踊ってました。これが1、2、3、4、はいはいはい、うん、Scream and shout and a Halloween 5, 6, 7 8, 1なんですよ。だから3回、うん、1, 2, 3、はい、8 1 はい、てこてこ、こう、わかった、そうそう、はい、で、膝が前に見える。そう、よくやる俺のインパスではなくてアウトパスです。はい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 、そう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 、これがワン、ツー、スリー、フォー、さっきやったスウェイスウェイ2回で、手はこっちです。そう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 、はい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 、はい、今日やったやつがだんだんどんどん出てきますね。これがハイファイブ、シックス、セブン、スクリーム&シャウト、フォアハロウィン、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7。あー、できそうじゃん。結構簡単ですね。うん。パー、2、3、4、5、6、7。スクリーム&シャウト、フォアハロウィン、パーティー、セレブレイン、ラララ、6、7。あー。うん、どう？ついてきてる？チュイーチュイー。今度はこうなってるってことは、一回こっち行く。ワン、ツー、スリー、フォー。これちょっと早い。カモレビワンジャン。言いますと、カモエブリワン。一回お客さん、まあ、ちょっと低めなんだけどね。そう、低めでお客さんやったカモエブリワン。で、これをドンって振り上げます。はい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 。OK？ じゃん。さあさあさあ。
はい、今やったのはスクリーム&シャウトフォアハロウィン5、6、7、8、1、2、歩いてスウェースウェーまわたてちゃじゃん前のはちょっと早い。ワン、ツー、スリー、バン。ワン、ツー、スリー、バン。そしたらもう一回お客さん。はい。で、しながら、ちょっとこれ早いよ。バンやったら、一回こっち。お客さん。右、左。なんか、十。セレブレーションって言うんだけど、ワン、ツー、スリー、ジャン、ジョイン、セレブレーションとか、セレブレーションとか、セレブレーションとか、そう、なんか、わかんない人はじゃあ、手、胸に当てようかな。さあ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 、行こうっていう感じね。はい、ここで一回切ろうかな。あ、いいじゃん。スクリーマンのワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス。エイト、ワン、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン。カモ、エブリワン、ジャン、ジョイン、ザ、セレブレーション。さあ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 、あ、いいじゃん、いけそうだな。あ、ちょっと音でいってみようか。ちょっと一回さ、なんかグッてしないと
できないね、ちょっと次やばいよね。こうなってる。だって真面目かよ。俺の性格をまだ把握してないですね。はい、ただルンルン走るだけです、ね、ルンルンお願いしますよ。はい、これがさ、そう、こういうことです。これ100点こう来ました。そうしたら1,2,3,4,5,6,7,8 終わりにしましょうね。東京ディズニーランで終わります。オッケー。バタバタしないの。バタバタしないね。かわいく走るで、しっかりパワーを見せる。今日やった、はい、今日やったパワーしっかりやるの。パワー、パワー、パワーをしっかりやる。はい、そうそう、今やったのは1,2,3,4,5,6,7,8 嘘。1,2,3,4,5,6,7,8 番にハッハでございます。はい、どっからやるかというと、スクリーム&シャウト for a Halloween party、 タラララタタタ、カモンエブリワンジャン、ジョイン・ザ・セレブレーション、東京ディズニーランです。おーおーおー、踊れてから拍手してもらってもいいですか。頼みますんで。 OK、 踊りたい、踊りたい、踊りたいな。じゃあ頭からやろうか。はいはい、頭からいきましょう。いきます。5、6、ゆっくり、カモン、エブリワン、ジョイン・ザ・セレブレーション、達成して、回って、ジャンプ、タラタタ、タタタタ、セブン、エイト、ワン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、スクリーマー、シャッ、ハロウィン、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、スリー、フォー、セイ、セイ、Come on everyone, jump, join the celebration. Tokyo Disneyland. はい、そういうこと。はい、はい、1分練習して、1分練習しよう。
以上以上が2番はい、みんなは1番ね。頭入れていいよ。あ、精神年齢関係ない。見た目です。見た目です。すいません。Thank you.
かなと思います。じゃあみんな一歩下がろうか、一歩下がろう。さあ、OK？ はい、頑張っていってらっしゃい。
はい、じゃあ子供たち前おいで。頑張れ、待って待って。じゃあ全部この辺についてるから、え、一緒に前で、じゃあ上、前で、前で、この辺に置く。なんでしょう。よろしいでしょうか。はい。さようなら。はい、頑張った。